最初は料理を取るために取ってたんですけれども、今は取るために料理を作ってるような感じになったりとか、まあこうカメラで見るとなんかそのなんていうんでしょうね、いろんなことが浮かんでくるっていう、これつけたらもっとかわいいとか、これつけたらもっと美味しくなるとかっていうのをこうファインダー越しに見ると、なんかそういうイメージは確かに湧いていきます。かなりのウェイトっていうかは占めてると思います。やっぱりその料理作る時っていうのはこうまあその環境で、まあ今その技術、まあ20歳から20歳からあの料理し始めて、まあ約20年ぐらい料理してるんですけど、それはまあ技術はすごい習得できるんですけど、味の記憶っていうのはやっぱちっちゃい時の記憶しか残ってないんで、まあだからそこのベースになってるのは多分確かになってると思います。まあらしい、まあ一つそのレストランのコンセプトは今はまあ、レストランあの空間です。空間とお客様とゲストとで、あと料理が支え合ってというか、まあ、その中でレストランっていう、ラシムっていうその箱を通してこうつながりを持つような、思いで、ラシムっていう名前をつけたんですけど、シチュエーションとかでこうお客様がそのおもてなししたい時、お客、まあ、ゲストでそういう時にも使ってもいいし、こっち側 の、 そのレストラン側がこうお客さんに対してサービス、おてなししてあげる時もあるし、まあ、いろんなその状況でこう対応できるような空間でありたいっていうのが、まあ、僕の今、ラシムのコンセプトです。料理のコンセプト自体は先ほども言ったようにその、まあ、日本の食材、九州の食材を使って、まあフランス料理をするっていうのが、まあ、今のコンセプトになってます。7月15日から7月17日まで3日間ですが、アントンでフェアをやります。台湾の皆様どうぞお越しください。お待ちしております。